ぎゅぎゅぎゅ。どうも、ナイスティでーす。今日は、何をやるかと言いますと、こちらを使います。ストッキングですね。このストッキングをどうするかと言いますと、よくテレビのバラエティ番組がありますよね。ストッキングギュッと被って、締め付けられて変な顔になりますよね。寝起きってさ、まあ、顔むくんだりとかして、パンパンになってたりするじゃない。何？ストッキングをつけて、ギューってなってる状態で、朝起きて外した時の顔が、もうストッキングのその形状のままになってんじゃないのかなって、皆さん思いませんか？思いますよね。じゃあ、このストッキングね、ちょっと、これから、顔にはめ込みたいと思います。初めてだな、ストッキング被るの。あ、こんな感じなんだ。このストッキングを被った状態で、これからね、寝たいと思いますね。おやすみなさーい。ナイスティピです。起きました。見てみたいと思います。こんなことになってました。ストッキングかぶってなかった。間違いなくストッキングをかぶったまま寝たんですけど、寝ながら、外したんだ。こういったのか、こういったのか、わかんないけど、起きそうなもんだけど、ちょっと待って。あった！ちょっとこれはもう、また再チャレンジだな。大失敗。この前はね、間抜けな結末を迎えてしまいましたんでね。ストッキングしたからってさ、息が苦しいとかそういうのはないのよ。だからね、取る理由がマジでよくわかんないんだよね。今日これでね、寝たいと思います。ストッキングの破壊力はね、上げるためにこう、ペットボトルをこれ。ああ、引っ張られる。はじめ！おはようございます。7時ですね。今回はね、途中でこのタイツを取ることなく。鼻血出てるやん。鼻血出てるよ。もう、早速、外してみたいと思います。3、2、1。ダーン！そりゃそうだよな。あの顔で維持されるわけないわな。何をもって成功かわかんないな。寝まーす。